はい、どうも、マークです。今回も BO4 やっていきたいと思います。まあ、部屋は変わってないですけど、だいぶ人の出入りがあったみたいなんで、ちょっとはね、変わるかなとは思います。マップの名前がね、この画面で出ればいいんだけどね、ローリング中とかに。じゃないとね、全然マップの名前が覚えられないんだけど。これなんていうとこだっけ？全然こんなにやってんのに。ここのね、開幕がね、やっぱりちょっと、びっくりした、味方の頭が。こっちには来ない系かな。あー、すごい、なんか味方やられてる。さすがにもうリスしてるとかそういうのはないか。さすがにないか。クラスターグレネードが使える。あー、おお、なんかすごいレートの武器だったな、今。なんかこれ見るとあれ思い出すな、BO2 だったかな。なんかめちゃめちゃレート高い武器ありましたよね。追加武器だったかな、あれは。あんまり俺使ってないからよくわかんないんだけど。やー、わかんないけど、こっちから来るんだね。今のひでえな。今のはひどい。まあね、まあそういうもんですよ。なんかここやるとすごい汚いプレイしたくなるよね。汚いプレイになってしまうのか。うまい。あ、うまいですね。やべえ、やろう。敵の UAV を破壊した。危ねえ、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 危ねえ。今の買ったの奇跡じゃね、あれ。 ナイファー相手にあの距離で。ちょ、奇跡、奇跡、奇跡。ちょっと待って、なんかパッとしない試合になってるな。調子悪いわけじゃないけども。うまい。いや、オキエムしてたとしてもあれうまいな、普通に。投げナイフのね、弾道を読むのが苦手なんですよね。脅威を処理した。ナイファーいるんじゃない、もしかして。怖いわな、やっぱナイファーを見ちゃうとね。なんかすごい部屋の中にいっぱいいんだけど。これどうすか。ああ、今の当てたかった。惜しかったな。我ながら惜しかったと思う、あれは。これあれでしょ、リス変わってるやつでしょ、これ。俺が読むに。多分こっちから来るやつじゃね。くっそー、足だったか、今の。危ね、危ね、危ね、危ね。やめとこ、今のでバレたんじゃね。くそー。 最後に打ったやつ当たってくれればよかったのにな。遠目からじゃパッと見ナイファーに見えなかったな、今。これはもしかしたらリス使うんだかなと思ったんだけど。ああ、またナイファーか。立ち回りしっかりしてますね。なんか地震が来た。例えば多分アップロードしてる人は違いますけど、あれなんですよ。でけえ、でかい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 。おいおいおい、やべやべやべ。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、わあ、やばい、でかいんだけど。やばいやばい。やばいやばい、揺れてる、揺れてる、揺れてる。
もう震度4か5ぐらいですかね、これ。久々ですね、結構でかい地震食らって。よっしゃー、やった。まだ揺れてるよ。まあ、FPS やめるほどじゃないけど。あのね、やっぱり、あの、1回目の、なんかでかい地震っていうのは結構怖くて、黙っちゃうというか、なんだろう。身構えちゃうんだけど、何回も来るとね、やっぱりあの、慣れるもんですよ。地震っていうのは。あの、東、2011年のあの震災で、あの時はさすがに怖かったですね、あれは。でも余震もかなりあれ来てて、確か何回かな、200か300回ぐらい、1ヶ月ぐらいで来て、すごかった。やったやった、指出てる。まあ地震ね。待って待って待って、これじゃん、敵のって。すごいまずいとこにあるじゃん。あ、負けちった。まあということでね、まあ地震来ましたけども、あ、惜しかったな、試合。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、評価いただけると嬉しいです。最大震度4みたいですね、今通知が来たけど。はい、じゃあサムラップ。